もう糸島の方はね、片付けて今年はもうこれでおしまい、っていう感じですが、あの福岡でできた縁っていうのは僕は大切にしたいなと思っていてですね、まあこんなことってなかなか神戸でも、まあ、桐生でもない、福岡糸島だからこそできた縁っていうのがすごくあってね、それはいろんな、大工のかかたさんもそうだし、いろんなね人たちが実はいるんですけど、こういう人たちとの縁を切らないがために切らないために、定期的に月一で豆飛行を福岡でやろうというふうに思ってるんです。まずは12月の8日の日に、福岡市内で、カフェをね借り切って、箱崎という地名があるんですけど、そこに箱崎早々っていうカフェがあって、そのカフェを借りて、1日豆彦っていうのをやりたいなと思っています。それにはね、それにはっていうか、通常のカフェ、箱崎早々と豆彦のコラボカフェっていうのをやりつつ、面白マイクの、福岡編をやりたいなと、さらには何ですか、DJ を呼んでっていうかそれ音楽パーティーなんかをやったりしてね、そういうようなことをこれ月一で企画してやっていきたいなと思ったりしてます。やっぱり毎月毎月いろんなことを福岡でやってきた中でね、こういうイベントができるようになったのはね、一人に福岡の方たちのおかげですし、そういうまあなんかやってみようやっていうノリっていうのはね、僕はすごく福岡の人たち、まあ、九州の人たちにね、新しい時代の息吹っていうのを感じてまして、東京の停滞してる東京からするとね、羨ましいところもあるし、まあ僕ら東京で培った、いろいろなシビアなこととかね、そういうものを福岡で生かせたらいいんじゃないのって思ったりするので、ぜひ皆さん、これをラジオ聞いている方はね、12月の、一日豆飛行に参加してみてくださいね。はい、ということで今日の話題は、干上がったら見えた穴。まあここのところ、まあ東京で、新しいスタッフの再編なんかをしています。実際スタッフが足りてない部分もあってね、これから多分豆彦のスタッフ不足っていうものはが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。というのもね、まあ、コロナの間は少ない人数で回せててもね、これからやっぱりそのカフェとして、継続的にやっていくということになれば、どうしてもね、需要と供給の需要の部分が落ち込んでいる中でね、カフェっていうのをやるっていうのは、大手がしのぎを削ってる中にね、食い込んで家賃払ったり人件費払ったりするっていうことを考えると、なかなかシビアはシビアなんですね。それでまあいろんなスタッフと話したり、特に若い子だね、20代や
そういう子たちと喋っているとね、本当にみんなこう気真面目になんかやりたいですっていう気持ちはあるんだけど、何やっていいか分かんないっていうところがあるなと。でそれは若いからっていうんじゃないと思うんですね。やっぱりこの時代の、僕が小さかった時と今の日本っていうのは大きく、かけ離れているしね、デジタルのおかげで昔は到底できなかったようなことができるようになってるから、できるようになってるしね、街も綺麗になってるし、昔に比べたら良くないっていうことではないと僕は思います。むしろイーブンなんじゃないのって、は思っているけどね。やっぱりもっとより良くするということになれば、人の教育、人のマネージメントみたいなところで僕が若い子たちにと一緒にやろうよって声かけるのはそういうとこだと思うんですけど、若い子たちに限らず年配の人とも僕は付き合うことが多いので、でまあすごいお金持ちだったりね、大きな仕事をしてた人とも、数は少ないですけど、付き合うこともあります。でこういうある年配の人がね、一財産を築いて、でいよいよ晩年私は今までたくさんの友達に囲まれてね生きてきたような気がしていたけれど、これは単に幻想で、みんな私のお金に群がってただけじゃないかと。私はたくさんの友達がいるように思っていたけれど、その人たちはみんな私のお金が目当てで近づいてきただけなんじゃないか。そう思ったら何とも自分の人生は虚しい、切ないって思うのよねっていう話をね、聞いたことがあるんですね。まあそれは本人の主観ですから、周りはそうではないわよっていう人もいるでしょう。ただ自分の中にあるその自分っていうものを顧みる時っていうのがやっぱり人生にはあると思うんですね。例えば この満ち足りた状態では気づけないことっていうのがあるなって思うわけですよ。小さい頃ただ歌を歌えればよかった、そういう少女がね、ひょっとしたひょんなことで町の、のど自慢大会で優勝して、でそれを見てた芸能プロダクションの関係者が、東京に出てこないかと声をかけて、でたまたまなんとなく歌を歌って褒められるのが好きだから歌ってるうちに、デビューするってことになって、でデビュー曲がいきなり当たっちゃって、そのままスター街道に、上り詰めたっていう、例えば歌姫がいたとしますよね。でもまあ長く芸能界で生き残るためにはね、いろいろ汚いところも飲み込まなきゃいけなかったり、恥ずかしめを受けてたりね、生活の不自由をさせられたり、その代わりお金はしこたま手に入ったりっていうようなことが、まあ、あってね、そういう彼女がまあその後いろいろあったとしてね、晩年、その自分が使ってきたお金の使い方や何かが、裏目に出てね、晩年はお金もなくて、
いろんな美容整形みたいなものも崩れてね、なんだかこうみすぼらしい姿が鏡の前にあって、リビングには華やかだった時のグラビア写真か何かが飾られていたとしてもね、鏡の前にいる自分の姿、今の現状っていうのを見た時に、まあはたと気づくだろうと思うんですよ。私はこうやって人生を送ってきたけど、本当はただ目の前にいるおばあちゃん、お兄ちゃんっていう人に褒められたくてただ歌を歌ってただけだったんだと。だけどもうちょっと褒められたい、もっと上手くなりたいっていう、その小さな穴を埋めたいがばっかりに、なぜか東京に出て歌姫になって、大きな大きな詰め物をしてね、その小さな、穴を埋めたいがために頑張ったことが、それ以上の詰め物が埋まって、で周りはいやすごいですねすごいですねということになって、自分もそんなものかと思っていたけれどね、こうして晩年海の潮が引くように何かいろんなものが引き上がってみるとね、その自分が小さかった時に開いていた穴はついぞ埋まることなく、まだそこにぽっかりと開いていて、その穴自体が何か訴えてくるっていうのかな、本当に必要だったものはこんな大きなものじゃなかったんだと、あの小さな穴を埋めるだけでよかったんじゃ、よかったんだと。まあ大きなものを手に入れたかばっかりにね、その整理整頓は疲れるし、それは大きな家に住めば掃除が大変なようにね、いろんなものが片付かない、周りに対して疑心暗鬼になる、まあそうやっていろんなものがこう檻となってたまると、でそのたまったストレスがさらに嫌でね、もっと新しいことを挑戦しようと、アメリカに渡ってアメリカで歌を歌ってみたり、外人と付き合ってみたり、まあどん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 そんなことになって、まあそこでマリファナ覚えて一回は逮捕されたこともあったわねと。まあ結局お金がなくなったり、まあ健康を害したり、まあ人生の、まあ潮目っていうか、潮の引き時っていうか、干上がると、そこで自分の海底っていうのが初めて見えると。まあそういうことってあるんじゃないのって思うんですよ。でも今の子供たちにしてもね、まあ物が十分にある時代だからこそね、まあいろんな情報が入る、手に入るからこそね、何でもその小さな穴を埋めるために、ひとまずとりあえずという言葉で足していく大人たちっていうのかな、まあとりあえずいい学校に入る、とりあえず塾に入れる、でとりあえず受験させる、とりあえず合格させる、とりあえず部活させる、とりあえずコンクールに受けさせる、まあ、とりあえず就職させる、とりあえず結婚させる、とりあえず子育てをするっていう風に、まあ取っといたって損じゃないんだから、お金なんてあったって腐るもんじゃないし、まあ高学歴であってね、後から助かったってこともあるわけだから、とりあえずもらえるものならもらっといた方がいいんじゃないのっていうことで、まあ世の中はデフレですから、物だって安いですよ。まあ家にハサミが
たくさんあったって困りゃしないし、かさばるもんじゃないしっていうことでね、小さいものをどん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 家の中に溜め込んでいく、食べ物にしてもね、まあそんなに安いんだったら食べるかっていう形でね、まあご褒美ご褒美ってなもんでね、どん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 体の中に、足りない自分の本当は海底の中に潜んでいる小さな穴を埋めたいがばっかりにね、どん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 上に物を重ねていく。まあこれはテトリスと一緒でね、あの上に重なっていくものがきれいに片付けばね、上に余白があるけれど、折りがたまればたまるほど余白っていうのは減るわけでね、高学歴になったり大きな会社に就職したり、まあそういうようなことでね、何か世の中を一世風靡したりいろんなことがあったとしても、自分の人生の干上がった時に見たら、なんだこんなちっちゃな穴を埋めたいがばっかりに俺はあんな大げさなことをしていたのかっていうふうに思うんじゃないかなと僕なんか思うんですよ。このまあいろんな、昨日も言ったけど執着っていうのがあってね、まあ何に自分は執着しているのかと、何に自分は疲れているのかと言うとね、やっぱり本当に必要なのはこの小さな穴を埋められればよかった、身近な人にと楽しく暮らせれればよかった、近い人に歌が上手ねって言われればそれでよかったっていうものが、なんか大げさなことになっちゃったなっていうことって、僕は今の人は往々にしてそうなりやすいんじゃないかと思うんですよね。まあインターネットもあるし、いろんな道具が安く、手に入るがばっかりにね、こんなことがしたかったわけじゃないんじゃないのと。まあその点、海っていうのは一日に一回潮が満ちたり引いたりしますからね、一日に一回自分の海底っていうのを見ることができる。つまり世の中が、自分の人生が波乱万丈でね、いい時もあれば悪い時もあるっていうことが交互にあるということ、ある人はやっぱりその引いた時に自分の中の海底っていうのを見ることができるから、あそうか、あの穴を埋めるだけでいいんだと思えばね、あんまり頑張らなくてもいいのかっていう方向転換ってできる気がするんですよ。ある意味システムに乗っかっちゃってずーっと道しようできてるっていうような人が、人生の晩年、いやもしくは何か大きな何か落とし穴に落ちてザーザーっと潮が引いた時に、あなんて虚しいんだっていうふうに思ったりするんじゃないかと思いますが、皆さんどうでしょう。Again.
ましたね。いつか僕が君に刃向けた時、この世界は生きる価値があると僕に教えてくれた。祝福され生まれてきた名前の意味も、幸運があるとする。